少女たちが集う場所は今日も華やいだ声で満ちています。試験勉強の愚痴や洋服やネイルの話題、誰かの噂話で盛り上がったかと思えばくだらないことで口喧嘩したりする。それが少女たちのたわいもない日常。ねえ、運動しても髪が崩れない方法ってないかな。おどおどした少女が言いました。そんな彼女を真面目そうな少女がたしなめます。もうそんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。だって私たち戦えばどうしたって髪は乱れちゃうんだから。教室にいる少女たちはそれぞれその手に物々しい戦いの道具を握っていました。人類の代わりに機械生命体と戦うアンドロイドの兵士、ヨルハ実験 F 部隊、それが彼女たちの名称。黒いセーラー服、明るい笑い声、そして銃と刀。彼女たちの日常は少女と兵士の狭間にありました。でもさ、フリフリの服で戦った方がテンション上がると思わない？地球にいる可愛い動物、飼ってみたいかも。例えば、男性型アンドロイドとデートするとして、そんな風に少女たちが談笑に花を咲かせていたとき、優しそうな少女が背後に視線を感じて振り返ります。教官。やってきたのは教官と呼ばれる女性。その厳しい眼光に少女たちの面持ちが緊張したものに変わります。教官は少女たちの緩んだ態度を叱責すると本題を切り出しました。これより行われる作戦について説明する。ヨルハ実験 F 部隊に課された任務、それはこれまでより大規模で過酷なものでした。作戦を聞き終わると彼女たちは揃って敬礼をします。そして声を合わせて言いました。幾度となく繰り返し、これからも繰り返す。戦いが続く限り受け継がれるその言葉を。人類に栄光あれ。機械生命体と戦うアンドロイドの兵士、ヨルハ実験 F 部隊。彼女たちは今地上での作戦に当たっていました。幅に絡みつかれた廃墟の建築群、少女たちはそこで機械生命体と戦闘を繰り広げます。先陣を切るのは荒っぽい少女でした。彼女の剣撃は火花を散らすほど激しく、瞬く間に敵を一掃します。そうして彼女が気を抜いた刹那、背後に潜んでいた機械生命体たちがその身へと襲いかかりました。絶対絶命かと思われましたが、影からの援護射撃によって敵は破壊されます。彼女を救ったのは銃を手にしたクールな少女でした。二人は背中を預け合うと敵に向き直ります。あなたはいつも爪が甘い、この前の試験でだって。その話今関係あるかよ。戦闘中にもかかわらず二人は口喧嘩を繰り広げます。しかし彼女たちの連携攻撃は鮮やかなものでした。二人はまるで一つの存在であるかのように互いの動きを理解しているのです。その時、多足類を思わせる構造の巨大な機械生命体が地中から飛び出しました。少女たちは持てる力を出し尽くして戦いますが、その規格外の強さに
歯が立ちません。教官、どうすれば。荒っぽい少女が端末を通して指示を仰ぎました。しかしどういうわけか教官から返事はありません。くそ、通信を切られた。荒っぽい少女はそう吐き捨て天を仰ぎます。青い地球の空の下、少女たちは絶望の中に取り残されたのでした。一方、戦闘区域から少し離れた廃墟ビルの一室、教官は一人端末で通信を行っていました。助けを求めてきた少女たち以外の存在に向けて。はい、予定通り目標との戦闘を開始しました。予測通りであれば12時間後には敗北するでしょう。薄暗い部屋の中、彼女の冷たい声が響いては消えていくのでした。ヨルハ実験 F 部隊。少女の形をしたアンドロイドの兵士たちは地上で機械生命体と戦います。しかし強大な敵の出現により少女たちは追い詰められていました。赤い液体の中央でこと切れた真面目そうな少女、おどおどした少女はそれを見ると悲痛な声を上げ彼女の元に駆け寄ります。しかし仲間の死に動揺した少女は隙を突かれ敵の攻撃に蹂躙されてしまいました。お姉ちゃん、おどおどした少女はそうつぶやき、真面目そうな少女の上に折り重なって倒れます。二人は共に製造された双子のアンドロイドなのです。一緒に生まれたのなら一緒に死にたい、おどおどした少女はそう望みました。そうして姉の亡骸の上でただ静かに自らの機能が停止するのを待っていました。気づけば少女たちの部隊は全滅していました。剣撃の音も銃声も今はもう聞こえません。聞こえるのは自然の音だけ。風に揺れる草花、歌う鳥たち。人類の去ったこの星は命で溢れています。その中で少女たちアンドロイドは、命を持たない機械の人形たちは、この美しい星の一部になることもできずに、ただ壊れて散っていくのでした。それから数刻、敵が去った戦場に訪れたのは教官でした。彼女は淡々と少女たちの死体を引き上げていきます。そしておしゃれな格好をした少女の腕に触れたとき、少女が小さくうめきました。彼女は部隊の中でも戦闘力が高く、また予測不可能な振る舞いが目立つ存在でした。教官は思わず身構えます。援軍を求める通信に応じなかった自分に彼女が切りかかってこないとも限りません。しかし教官、無事でよかった。少女はその言葉を最後にこと切れました。教官は物言わぬ少女たちの死体に視線を落とします。そしてわずかに口を開きつぶやきました。15時間6分か、予測よりは持ったようだな。
アンドロイドの兵士である少女たちは、機械生命体と激しい戦いを繰り広げました。結果は、全滅。しかし、まだ少女たちに終わりは訪れません。目が覚めたか。はい、教官。優しそうな少女は、ベッドから身を起こすと、明るく返事をしました。彼女は、あの壮絶な戦場で死んだ記憶を、失っているのです。少女たちは、機械の兵士。死んでも体の修理を行えば、復活することができます。ただし、彼女たちには、意識をバックアップした時点までの記憶しか残りません。それゆえ、少女たちには死んだ時の記憶がないのです。痛みも、絶望も、最後に気がつく哀傷も、あれほど鮮烈だった死の記憶は、すべて失われてしまいます。そして何度も何度も戦場に身を投じて、実験を行う。それが少女たち、夜は実験 F 部隊の使命なのです。けれど少女たちは、それを知りません。知っているのは、教官ただ一人でした。教官は少女たちが目を覚ますのを見届けた後、司令室へ戻ろうと、彼女たちに背を向けます。その瞬間、教官は、自らの身に、異変を感じました。教官、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 教官。少女たちの鈴のような声が、彼女の記憶領域を焼き尽くすように巡るのです。騒々しくて、変わり者で、自分勝手で、兵士にしては扱いづらすぎて、明るくて、優しくて、幼くて、兵士にしては、純粋すぎる。教官は苦悩します。上からの命令に従い、少女たちを騙すような指示を出す。そして自分はただ、彼女たちの死と再生を見つめ続けるだけ。人類に、栄光あれ。その言葉を信じられなくなってから、何を守っているのかわからなくなってから、教官たる己の存在意義すら見失って、惑う意識を誰かの足音が引き戻します。大丈夫ですか、教官。そういった物静かな少女は、先の作戦にはいなかった。アンドロイドの兵士。人類の切り札でした。大丈夫だ。教官は短く答えました。そうして彼女を見据えながら、決意します。教官として、彼女たちを教え導き、守らなければいけないと。教官という名は呪いとなり、彼女を苦しめ続けるでしょう。それでも彼女は少女たちと共に次の戦場へと向かいます。彼女たちが繰り返す死と再生がいつか希望に変わると信じて。